しいな。僕が気になったところ一個、海外のエピソードね。これはまあお二方とも海外すごく行かれますし、ハプニングでもうなかなかアクシデントだらけっていう、なんかそういうの一個覚えてらっしゃることありますか。これすごい、いくつかありますが、なんかその急に壊れるとか何がですか。私の場合はツアーで回ってる時にあるところのリフターがこの辺までしか上がらなくなって、下からウィーンってやつがすごいダサい確かにここで止まってたらしかもそれこそその奈良のグラマロスカイという曲でちょっとかっこよくこうやって出てくるはずがウィーンってこの辺で止まって上がるんです。自分で上がったんですね。ロックじゃん、かっこいいじゃん。でもそれがあの幸いなことに本番ではなく、リハで何度も、ね、何度も同じ場所で止まるんで、もうでも本番で使わないで、なんだっけ、あのギターの大きいアンプですかね、の後ろに隠れて本番、そこからこうやって登場したんです。こういうそれしかもなくて、可愛いですねそれね。あの私以前中島さんが多分私の後にあの日日程としてその次の日が中島さんが台湾でライブするんだよってイベントの方に言われて、で私は前日に台湾にいて空港に行ったらすっごい人がいて、え今日は何があるんですかってイベンターさんに聞いたら、こんなにも人が集まるのは中島美嘉しかいないよって言ってました。とんでもない、 国民的な人気。僕もだから台湾にピコ太郎さんも台湾で結構行ったりとかしてて、その時に日本で有名な方はとか言って、こういう方は知り合いですかとか、あのあっちのあの台湾に行ったら中国中のいろんなメディアがこう質問インタビューしに来ると、もう出てくるのも中島さんと、当時だから中島さんももちろんリーさんもそうだし、あと坂井のり子さんとかね、なんかそのだいたいもう決まってるんですよね、もうそんなのもう中島さんレジェンドなんですよ、台湾も相当行かれてますよね。あとでも台湾自体は実はそんなに多くは行ってなくて。そうなんですか、中国の方ですか。じゃあ中国もそうですね、ありますけど、台湾はそのライブと多分台湾の紅白、はい、で行っただけだと思います。あとは記者会見とかそういうなのだけなんですけど、ものすごいんですよ。もうちょうど着いたイベンターさんも中島さんのファンだったりとかして、すごかった。ありがとうございます、ね、でもまあ途中まで止まった中島さん俺見てえなそうですね、いやもうね、このまませめてそのまま行ってくれてほしいな、ずっとそうなんですよね、もう、ね、上がんないでいてくれたらいいのにこの辺まで上がっちゃうから期待しちゃうんですよ、次こそは次こそはって何ともそれにかけちゃって、ね、いけるかなって。そうでもこれ本番で本当になったらこうやって本当上がるしかないから歌いながらそれはできないなって言って、もうやめようやめようって、なんで途中で止まるんだろうね。いや面白い、ギアの問題なのかな、何なんだろうね。なんでなんでしょうね、同じところで止まるんですもんね、同じところでしたね。もうそれがきっと限界なのかもしれないな最初からそういうもの、ハーフエレベーターって名前なんですよね。他にもなんか、はい、さっきさ途中なんか喋ってた、すごい好きなものがあるでしょ。そうこれなんですけど、覚えてますか？はい、覚えております。そう、これが発売された時衝撃的で、これは何年の？これは童話写真集という、はい、童話写真集って、はい、そう、童話の写真田島さんどうしましたそうです、童話を作って、はい、自分がその中をやったんです。そうそうそう、童話をまずじゃあ一から作り、大体なんかこうある童話を混ぜてるんですけど、いろんな童話を、でそれを作って、文字とその人たちを全員演じてる。自分が演じる、全員演じてるんですか。全員です。すごい、基本的に他にこういうのっていうのはないんですよ、あんまりそれ、ね、聞いたことがないというか。そうだったみたいですね。そうだった私はもう真剣にただやりたくて、これを中島さんが絶対自分でこれやりたいと。そうです、次のこの写真集のテーマはこういうことをやりたいっていうので、で全部やりますって、でやるのが普通かと思ってやったんですけど。それをだからリサーチ当時いくつぐらいですか。じゃあもうこんな見ちゃダメな年じゃないですか。そんなことないですそんなすごいの気になりますけど、すごいのが一つあります多分みんな、見ちゃダメなやつ。見ちゃダメというか、なんかその時
本当にこれ やるのっていうシーンが、うん、多分わかるかもしれないですけど、うんうん、あります。ちょっとここでねちょっと開くわけにいかないんで、ちょっと後で見てください。ちょっとホラーっぽいんです。あ、そっちです。そっち側の、はい、いわゆるそういう R15 みたいな感じの。そうです。昔のなんか昔本当にいた王妃の、はいはいはい、物語とかがあるので。まあ残酷ですからね。そうですね。昔の王妃の話はね。そうです。それをちょっと中でやっちゃったもんですから。うん、それもともとやりたかったんですね。はい。目を見て入って言われましたよ。中島さん自身がやっぱりゴシックとロックとパンクの精神をやっぱすごく持たれていて、うん、だからすごくなんだろう、芸術もあるし、ファッションも好きだし。これ僕見せてもらっていいですか。はい、あのすごい、これもちろんイラストとかこの全体的なこのスタイリングとかはいろいろ入ってもらったりとか。切り絵は切り絵のアーティストに入っていただいて。ものすごいパワーがある絵ですね。そうですね。切り抜くとかどれをどうするっていうのは自分で全部決めたんですけど、どれを前に刺してもいいように真ん中を開けて、その、うん、あ、なるほどなるほど、はい、あそこの存在、うん、これはリサッチは自分で、はい、自分で。それ なんでこれを知ったんですか。このなんで知ったんだっけな。どうしても欲しいと。どうしても欲しいって思って買いました。ありがとうございます。何で知ったんだろう。何だろう。なんかで見て、でそれとかスタッフさんから今日ね持って、うん、よく手に入れましたねって言ってましたよね。そう、よく手に入れましたねって言いました。もう全く買えない。そう、全然買えない。そんなに多分そんなに冊数出してないからじゃないですか。いやでも私当時買えなかったですもん、全然。あ、はい、どうやってゲットしたんですか。え、ちゃんとゲットしました。ちゃんと買いました。当時買えなかったっていうからどうやってゲットしたんだろうなって。こっちでね。ワンツーのポインよ。どうです。学生だから好きなページとかあるんですか。好きなページ私これ。リサさんの一番のお気に入りみたいな。多分そのグロイに入る。ああそうですか。はい、これ開いてもいいですか。私は大丈夫。大丈夫ですか。はい、見たい見たい。どんな私はこのグロイに入るページが好きです。あ、それですね。はい。ですよね。はい、そうです。え、いいですか。はい。深夜だからいいですね。